では地球の自宅へ転移。よっしゃー、ちゃんと転移能力使えたー。ある時我の精神エネルギーの一部がむしり取られた。お前の精神と融合し、お前に世界を渡る能力が付加されたようである。ここと地球を自由に行き来できるのか。お兄ちゃんならどうするかな。チートな能力は使うためにある。この世界の文明レベルはかなり低い。地球で仕入れたものをこの世界で売れば。あ、素晴らしき換金術。10億あれば100歳までそこそこ不自由なく暮らせるんじゃない。両世界分で計20億円だ。そのためには金貨、何万枚もの金貨。そう、金貨。よっしゃー、山野三葉の野望はここに始まった。向かう先は光ったコイン。どこの組織に殴り込むつもりなんですかね、あのお嬢ちゃん。私を狼から守ってくれて、怪我まで。ありがとう、ミオレーナ。それはダメだってば。赤ずの扉だって。その純度だと本物のゴールドだ。とすると20億ならだいたい8万枚か。決めた。生きるよ。私、老後に備えて異世界で8万枚の金貨を貯めます。お前たち、ほらこの値段でも買うんだろう。そんなマニア向け商法しないよ。販売価格は気をつけなくちゃね。